はい、これなんちゃってだな。間違って買ってきたな。これも焼けてるやつだ。これThank you.
マジ。あ、うまいなこれな。まあ結果オーライなんだけど、これ電子レンジでチンして食うやつ、これやつはさ、40本も入ってるから40本もいらねえなと思って一番少ないやつ選んだんだよね。手がギトギトになるわ。まいった。まあ、ティッシュがあるじゃないか。ただただ熱加えて食ってるだけだ。ああ、車の中ですよ。だいたい車の中で350日過ごしてます。残りの15日は車検でお家に帰った時ぐらいです。小敷みたいな生活した。まあいつもの焼き鳥だとフロントガラスまで油飛ぶから、まあまあちょうどいいのかな。あっち、あ、いや、あれです、あの、トレーラーです。うん。グランドプロフィアです。
どうも焼き鳥のチョイスを間違って、焼かなくてもいいやつ買ってきちゃった。そうです、運転席の後ろです。まあ長距離の時もあれば近い時もあれば様々ですけどね。時給1000円で1000円でね、何でもやらされます。でこうね、周りにね何もないとこばっか行くんで、ほとんどこう自炊生活です。あーどうもこんばんは。やっと見つけた。あれ名前変わったのかな。まあ前からねこのアカウントあったんですけどね。あーラッキーマン。ラッキークッキー、そのうちウッキーみたいな。いきなりね A 番食らったんですよ。なんかあの動画が過激だっつうので A 番食らっちゃって、よいしょ、またやり直しっていうか、まあほとんど今あれなんですけどね、あのこっちじゃなくて YouTube でねライブやってますけどね。こっちはあのなんかそれこそお利口さんじゃないとすぐね警告が来ちゃうんで。焼き鳥まだあるよ。あと10本ある、10本。ただ焼き鳥は明日の朝く、残りは。次はシーフード。生ものはね早めに食わないと。その変な棚のせいで天井が低いんだよね。もうあ、忘れてた。
卵豆腐あった、卵豆腐、これね、卵豆腐。おお、よいしょ、卵豆腐食うの忘れてた。まあ、あさって賞味期限あさってまでだし大丈夫。しかし、なんでこのビニールは破けねえんだ、これ。多分鉄板焼き用って書いてるから生で食っちゃダメでしょうね。うわ、火が強い。くせえ。マジかよ、これ。これ。うわ、くせえ。あっち。うわ、くせえ。煙も半端ねえな。ほど火止めて。あちっ、うん、換気。すげえ煙だ。車内でエビは危険だ、これ。くせえし、もう煙もすげえし、もう。換気が間に合わねえな。多分スペースシャトルとかの中でもこういうことやったらこうなるんだろうな。宇宙飛行士みたいに変わんないよね。そうそうで平和になった。
るし、あんま開けとくと虫入るね。虫、よいしょ。あちゃちゃ、あちゃ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 。これなんかバジルソースがついてるっつうんだけど、どうなんだろうこれ。エビ、うん、臭い、味もない、これきついな。これどうやって味付けしたらいいんだろうな。簡単に言うとまずい。どうしたらいいんだろうなこれ。もう生ゴミになっちまうな。エビが。したらいいものか。これ明日醤油かけてくるかな。ああ暑いなこれ。なんか今日買ってきたやつ全部失敗だなこれ。コーラ飲んで考えよう。コーラを飲みながら。嫌だな。とりあえず片付けよう。800円のエビ、明日の朝になったら多分美味しくなってるでしょうね。片付けに入りますか。意外と腹減ったなって割には食えなかったな。
明日はじゃない。まあどこで焼き鳥焼こうかな。口直し。まあ、エビはマヨネーズ醤油かな。そういうことでね、晩飯は終わりました。ぬる、はい、ではね、明日は8時に、8時くらいに起きてマフラー燃焼をして、この辺一帯に煙をばらまきたいと思います。ね、まあ皆さん、こっちはね、たまにしかやらないんで、普段はYouTube の方でやってるので、チャンネル登録ねしてくれたら、まあ見たい人は見れます。はい、NHK のように電波は押し売りしませんので、見たい人だけで見てくれれば。500円玉あったかな今日。あら、全部100円玉だ。全部100円玉だな。100円玉はこっちで貯金するかね、これね。貯金貯金。灰皿の救出しねえと。灰皿が遭難してしまったんだよ。
いしょ。いえ。2つ増えちゃいましたね。1個どこ行ったんだろうか。そういえば、いや、挟まった、ズボンが挟まった。後ろにあった荻野屋、荻野屋の限定食、はいご安全にはしてるんですけどね。どうしてもね、プリウスとかにね襲われるんですよ。もう荻野屋のこの釜20個あるんじゃない、もう全部で家にあるやつ足したら。まあ明日は行かないけどね、荻野屋は。今日行ったから。もう今日だってこれ限定の釜飯2個食ったからね。親子釜飯。もうこれでもう3000円だもん。2個で。給料日まで2週間、質素な生活しないとな。連休もあるし、連休どこで過ごせるのかな。
しょ。ちょっとあれだ。上向けて。もうちょい上向けるか。ほら。また物を減らしていかないとな。はい、車中泊です。年がら年中350日車中泊です。軽バスで車中泊してるやつよりは過酷かなみたいな。ね、全国あちこち仕事しながらですからね。軽バスとかでフラフラなんかね巡礼してるのとはわけが違いますから。さすがにね、車検の時はね、車検大体10日ぐらいかかるから、その時は家にいますけど。ねえ、無駄にね、家賃払ってんだよね。1年に2週間滞在するかしないかの家に。ああ歯が痛い。疲れてんだな。今ね、長野県にいて、明日の今頃はもう静岡にいるのかな。でも業務スーパーの食い物はダメだな。次、明日静岡の富士山の麓にいるよ。まあ明日は近いんだよ。あ、神奈川の厚木越えればもうすぐだから。長距離でって、だって土曜、そうだ、昨日出発して月曜日着だから
ね、昨日の夜からもう走ってきてるからもう到着してるもん。この前のね、金曜日みたいに走りっぱでね、朝6時半にやっと着いたっていうのもあるけど、まあ今日はね、給料発生してないからね、まあ明日はね楽なんだよね、もう当日でビューンとワープして帰るから。ただワープして帰って4時半までに次の荷物のところを並ばなきゃいけないから、明日はまあ飯食ってる暇もないね。だいたい11時ぐらいに出発するから、東京まで行って東京から積み直しながら、ああ歯が痛い。まあでも快適だよね、こうやってクーラーに当たりながらね寝てられるからね。家で自腹切って電気代払ってクーラー当たるよりはね、会社の金で涼しい思いできるからいいね。よっこらしょ。カービィ。てなわけで。本日はこれにて終了いたします。それでは皆様、ごきげんよう。湿度やばい。はい。スローで休みます。それでは、また来週。